さんちゃんです。今日もですね、山に行くんですが、今日は真っ暗の中歩いております。さて、私はどこへ行くのでしょうか。今回は宮城蔵王でのバックカントリースキーを楽しみたいと思います。住川スノーパークを起点に勝田岳を目指していきます。だいぶ上まで上がってきました。いい景色です。めちゃくちゃ今日は感動できる予感がしますね。すごい景色になってきました。風がないのですごく撮影がしやすいです。お釜がもう少しで見えるところですね。蔵王といえばやっぱりお釜かもしれないです。めちゃめちゃワクワクする一日となっております。なんか滑りベタでもうまく滑れそうな気がしますね。今日は風はなくて、一応視界もしっかりとしてるってところなので、まあ滑りに支障はないと思います。あっちの方に街が見えてきましたね。どんどん標高も上がっていきます。すごい空模様。全然天気が変わってしまいました。下山しました。もう何も景色見えなくなっちゃったんですけども、楽しい時間を過ごすことができました。そうですね、宮城なのでまた来られる機会絶対あると思いますから、また来てみたいと思います。魅力あるですね、エリアいっぱいありますので、やってみたいと思ってます。今日もありがとうございました。気をつけていただいてください。